はいどうも MT チャンネルの MT です。今日はこんな問題を見ていきましょう一橋大学の問題で N が整数とする乗乗ときに N と 2n プラス1が互いに素であることを示してくださいという問題です。N が整数なので 2n プラス1というのはまあ奇数なわけですけど N 乗というのは、えっと、N が空気によって空気が変わってしまうということで、まあ、そんな問題です。で互いに素といにととうことは GCD なわけけですけど GCD といえばユークリッド情報ですねで右側に書いてありますがユークリッド情報というのは整数に対してあの2つの整数が与えられたら何か小と余りがあって余りがその割る数ですね B より小さくなるように取ってこれるということです。で同じようにですね多項式に対しても成り立つことが分かるわけです。ただし整数数数のの時は数の大小自然数に 取れるし、数の大小に関してこういうものを取ってくるということで一時的に決まるわけですけど、多項式の場合何がそういう尺度になるかというと次数なんですね。ここが次数がゼロじゃなくて、えっと本当にゼロ、まあつまりこれがなくて g が f を割り切るというような状況、与えているのはこれとこれとかこれとこれなんですが、g が f を割り切るという状況もしくはそうでないならば次数が本当にちっちゃくなって取れるということがここで対応しているわけですね。 でこういういものがが使えるわけです、えっと、GCD といえばやはりユークリット情報整数なり多項式なりどちらでもいいわけですけど今の問題どっちにもまたがっているような状況なわけです。N、が整数なのでどちらも整数という感じで大学受験で用いられるわけですけど n が整数じゃなかろうとあの一応多項式として互いに素であるかどうかということも分かるので、まあ、一般的にあの考えていきましょう。もち,あのもちろん多項式嫌だという方は整数で見ておけば いいわけですがつまり何をするかというとアイディアとして背景として n 二乗を 2N プラス1で割ることを考えるわけですねで、これが求めたいこういうような表現を得たいというわけですというわけでやるべきことは n 二乗を 2N プラス1で割ってみると2分の N というのが出てきてしまうわけですがまあとりあえず実行してみましょう2分の N でプラス あとマイナス二分の N がたって、えっとマイナス四分の N がたって、とマイナス四分えっと二分の N、マイナス四分の N で、余りがあと四分の一ですね、すみません。四分の一で、えっとマイナス四分の一になって、余りが四分の一。つまり、えっとここが二分の N、マイナス四分の一プラス四分の一という感じですね。 ほかにも、まあ、こういうふうなあのやり方をしなくてもそういえば n2 乗慣れてくれば 2n+1 となった時でこれで割りたいと思ったらまず最高時係数を合わせていくのにここに何が立つかというとこういったん消してしまって、えっと、こことここを合わせたいので2分の n が出てくる。で今余計に足してしまったので何が無駄なものかというと,、えっと2分の n が出てきてしまっているのでマイナス2分の n をしておきましょう。 でるとこれをこれであの吸着させておくとここにマイナス四分の1が出てきてここが消せるという感じですよねでそうすると今度はいらないものが、まあえっと、ここが消えた代わりにやはり、えっと、マイナス四分の1が出てきてしまうので4分の1をしておくという感じで、まあ、最終的にこことこの次数を見るとこっちの方が小さくなったというわけでここで終わりという感じです、まあ、同じ式なわけですけど、まあ、えっと 慣れればできますけど計算符号のミスをしやすくなるのでちょっと気をつけてください。というわけでこれを見てみると、えっと、整数のうちで考えたいということなので係数に分数があるのがちょっと厄介なんですね。というわけでかける4ぐらいして分母をとっぱらってしまいましょうそうすると、えっと、4n2 乗が 2n+1 と n2n-1。1 プラス1まあ、この式自体はですね、えっと、4マイナス1を,を両辺から差っ引いておくと因数分解されるということでいいんですがそういう意味ではなくて 2n プラス1単位で見てみると整形数の中でこういうふうに表現できるということゆっくりと情報が背景にあるということですねこれをしあの分かっていないと何をしているのかよく分からないのでこの辺をよく押さえておいてくださいというわけで、まあ、これを消してしまって何が起こったのかというと従って GCD を計算していきましょう えっと、N 乗とプラスこれは4倍しておくと非常に見やすいということが分かったので4倍しましょう。で本当に勝手に4倍していいかということが問題なんですけど今の場合これは変わらないんですね。なぜかというと、えっと、2n プラス1が奇数だからです。あの勝手にこっちだけ4倍したりするともしこっちが偶数だったら GCD が 2とか4だけ大きくなってしまうことが考えられますけど今の場合奇数なのでその辺は気にしなくていいということが嬉しいわけですね。でそうすると、えっと、この関係式からここに 2n-1 倍してあの引いてやると何が分かるかというと1の 2n プラス1というのが分かって最終的にもう1ということが分かります。というわけで互いにそうやることが言えました。はいいかがだったでしょうか。まあ なんというか CD にといえばユークリッド情報裏にはこういう,う,いう初めて見るとですね4倍するというて。 テクニックが非常にうまいと思われるかもしれないですけど、裏にユークリッド情報があるのでそういうのは簡単に思いつくことなんですね。むしろそういうことを知らないと結構しんどいのかもしれないですね。ですから基礎基礎力というのはこういうところに出るわけで、GCD といえばユークリッド情報が強力なんだということ。それは整数に対しても多項式に対しても成立することで、まあ、そういうものを背景にこういうことをしておくとさらっといけるということを身につけておくととってもいいと思います。 はい。というわけでいかがだったでしょうか。この問題が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またコメントとアドバイス、常時受け付けておりますのでよろしくお願いします。では次の動画も見てください。さようなら。